はい、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。読売テレビです。読売テレビ加藤と言います。お願いします。ちょっと細かい確認にはなってしまうんですけれども、あの万博川の大屋根のリング、あれ、あの確か釘を使わない、あの伝統工法、抜き工法を使用すると強調されていましたけれども、最近ちょっと東京の方で自民大臣にも釘は使ってないが、ボルトは使っているみたいな話が、まあ、抜き工法ですというのが、まあ、キャッチーだったりするので、メディアも書いている中で、まあ、実際に本当に抜き工法と言えるのかという意味も込めて、どこまでその工法に準じてやっているのか、ちょっと確認をしたいんですけど、お願いします。釘を使わずに組み立てていく抜き工法って、日本の伝統技術の工法があって、実際それを使って組み立てていってます。でこれは皆さん取材もされたと思いますので、隙間を作ってそこに埋めていく、これは日本の伝統技術工法ですから、それを実際に使って、釘を使わない抜き工法というので、実際に、このリングが組み立てている。その中で一部補強しなければならないところに金具を一部使っているところはあるというものだと思います。ですので釘を使わない伝統工法である抜き工法をやっていることは間違いないと僕は思っています。釘は使っていないというのは間違いない。でその一部金具を使っているのは、それは抜き工法だと。だから釘を使わないで行って、このつないでいく工法が抜き工法なんですね。実際それで組み立ててます。なので釘を使わない抜き工法を使って組み立てている。その中で一部このよりこの安全を実現する、必要のあるところに一部金具を使っている、それは釘だろうが接続だろうが一緒だと思うんですけれども、金具を使って強化しているところはあるということです。でもそれはやっぱり抜き工法、釘を使わない抜き工法を使っている技術そのものだと思いますから、じゃなかったらもう全部釘でバチバチ打ったらいいんですけど、それやってないわけですから。なので釘を使わない抜き工法を、という伝統技術を使った組み立てをしている。ただその一部補強をしなければならないとか、安全性のためのところに金具を使っているところはあると思います。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。本日政務に関する質問はございますでしょうか。だから多分あそこは最後はエレベーターとかもできてくると思います。エレベーターとかエレベーターはとにかく上に上がってリングスカイウォークができるようにしますので、障害のある方っていうのは普通にこう階段等だけで上がれませんから、おそらくエレベーターなんかもできます。ですので当然エレベーターもあれば金具も使っているところもあるけれども、そういう建物、そういうものになると思います。ただその釘を使わない抜き工法という伝統技術を使って組み立てて、木材で作り上げるというところは変わりないと思います。よろしいでしょうか。それでは囲み次第終了いたします。